こんにちは。万年筆を買ってきたので開封をしていきたいと思います。今まで持っていた万年筆の一番高い万年筆よりも高い万年筆をついに買ってしまいました。で、パイロットです。開けていきます。で、なんかこれをいただきました、お店で。あと、なぜかギフト用のボックスに入れていただきました。全然自分が書くような感じでお会計お願いして、支出もその時したので、それでもう自分が使う感じで店員さんとお話もしてたんですけど、なぜかキャンペーンだったのかな、入れてくださって、で、このブルーをカートリッジは入れていただいて、あとなんか赤いペンケースをいただいて、保証書、使用説明書なんかをいただきました。で、これ多分見せるとお店が分かっちゃうんですけど、まあいいか。買ってきたのはこの子です。ヘリツイジ912です。で、ペン先はなんと、でゃーん、買ってしまいました。見えるかな、 FA です。じゃーん、買ってしまいました。ここがこう欠けていてしなりやすくなってます。いやはや買ってしまいました。で、この子に今日はインクを入れて書いていきたいと思います。ヘリテージ912の説明をし忘れてましたが、有名だから大丈夫かな。キャップがネジ式で、で、912はこのここが丸い形じゃなくてこう切れてる形ですね。この辺はみんなシルバーで、シルバーって色がシルバー、金属のシルバーかわかんないけど、色が銀色で、コンバーターのコン70がついてきます。これも最初から入ってます。で、今日はこれにクジャクを入れていきたいと思います。で、クジャクですね。で、突っ込んで、ここを上を押します。よっ、吸えてるかな。あ、吸えてますね。結構これ長く使いたいので何回か吸って、これぐらいかな。で、ちょっとペン先を軽く拭いたのでをして字を書いていきたいと思います。結構あれですね、普通にこうそっと書くと結構細く書けるなと思います。これでひらがなを書くのを超楽しみにしていて、この万年筆いいなと思ったのが2箇所あって、で、それが、まずひらがなを書くときに、こう、ひらがなって筆で書くと、入りがこう丸くなるじゃないですか。例えば漢数字の1って、こう、お習字で書くときって、こういう形になるじゃないですか。一画目が、あ、これ映ってなかったかな。こういう形になるじゃないですか。でも、ひらがなのあとかって書くときって、こう丸く始まるじゃないですか、こう。あってこう書くときに。で、ここがこう丸く始まるのができるのがすごいと思って、普通のまあ、ボールペンとかで書くと、まあこういう半円みたいなこういう始まり方になるんだと思うんですけど、こうなるのが、マジですごいなと思って。あともう一つ、右払いですね。右払いが、なんかこんなにこう、なんて言うんだろう、こんな、こう、なんか、右払いって、こういう感じになるじゃないですか、こう、なんか全然下手くそですけど、なるのが再現されるされる万年筆、
やばいなと思って買いました。すごくないですか？この止めるとこ失敗しましたね。なんかすごいんですよこれ。なんか日本の万年筆ってこう漢字があるから細かいところがこう書ける、細かく書い細く書いて潰れないようにとかでいろいろ聞いたことはあるんですけど、それよりも何よりもひらがなが繊細に書けるのがほんとすごいなと思って。ほら、筆で書くみたいに書けるんですよ、これ。で、ロー下手くそ。で、あまりにそれに感動して買いました。ちょっと漢字も書きます。あ、これこれ、このさ。で、結構大きめにも書けるんですよ。見て、ほら、この右払い完璧じゃないですか、映るかな。ほら、この右払いのさ、ここが好き。すごいいい。羽も好きですね、この。跳ねるところ？跳ねるところも、こう、なんか習字で書くみたいに書けて、もうこの有名な A っていう字とかなんかもう無限に書きたいですね。万年筆とかも。いいですね。ひらがなの「ひ」ってめちゃくちゃ難しいですよね。「ひ」が一番下手です。で、まあこういう感じで、いやもうこのあまりに筆みたいに書けることに感動してしまって買いました。今有名な、すごい有名なペンだし、取り立てて何と言っていいのかわからないんですけど、もう一つ買う時に楽しみだなと思ったのが、店頭にこういろんな、よくパイロットとかってこう重機みたいなやつでこういろんな太さのがこう並べてあって支出できるようになってるみたいなのあるじゃないですか。で、あれで書いたのと、あとお店で新品を書いた今のこれもそうなんですけど、書き味が全然違って。たんですね。なんかもっとお店にあったやつはここの当たりがもっと丸くて、多分ねここもちょっとね弱い力でこう最初のここがこう太くなっていく感じがこう自然になってて、でなんかそれ多分ペン先使っていってこうペン先がいわゆる育つみたいなっていうので、なんかもう全然違うんだなと思って、でそのなんか育てるのもすごい楽しみです。もう漢字練習がめんどくさい人みんなこれ買うと楽しくなると思います。多分だってもうなんか漢字が、これを買ってからもう字が書きたくて、でもなんか漢字ドリルとかってないから漢字練習したいなって思って本屋さんに行っても、なんか漢検を昔一回受けたことがあって、漢検のテキストとか見ちゃったりとかして、これ買おうかなと思って、まあ買ってないんですけど、買う可能性もあるぐらいですね。なんか筆タッチサインペンとかもいいですけど、なんかこれピヨってなっちゃった。筆タッチサインペンとかもいいですけど、これすごい、これすごいですよ。という感じで、多分ずっと無限に書いちゃうので、ちょっとやめて。だってほら、この紙をね、アップにしてから画面を、動画を撮り直してるんですよ。オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替えるために一回止めてるんですけど、この最初ここ書き始めてからもう8分も経ってて。いやー、感動しました、これは。一応なんか多分数字とアルファベットも書けるので、ちょっとこの端っこに書こうかな。
感じですね。多分普通に書きやすいです。ただ早めに書くときはこう筆圧を弱めにしないとこうぐにゃんぐにゃんしちゃうから、早く書きたいときはこう何て言うんだろう、本当に弱めというかその滑らせるみたいな感じで書いた方がうまく書けます。あと、太さは今これ最初で多分ペン先が全く削れてない状態でですけど、多分一番細く書くと筆圧をかけないとこれぐらいですね。で、かけるとさっきのこことかこことかぐらいかな、これぐらいの差が出ます。で、ほらこのなんかこのインクのさ、この書き終わりが濃くなるこの感じもすごいいいですよね。いやーすごい、本当にこんなに何毛筆画みたいな感じが書けていいのか。万年筆すごい、フォル感すごい。カタカナを間違えてしまいました。そんな感じで、この子またいろいろインクを入れてみたりとか、こういうのを書いてみたよとか、そういうのをなんかツイートとかもたくさんしたいと思います。ツイッターもやってるので、もしよかったらフォローかな、見に行ってください。概要欄にツイッター貼っときます。という感じで買いました、この子は。と、初めての2万円台ですね。という感じで、いやーでもなんかもう本当にこれはすごいなと思って買ってきました。で、これからいろんな字を書いていきたいと思います。あとペン先が育っていくのもめちゃくちゃ楽しみです。じゃあこのペンも楽しく使っていきたいと思います。それではまたねー。